サップチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。サップ草加店の正雄です。4月28日にリニューアルを行い、30杯コーナーが地域最大級全58台となりました。まだご来店されてないお客様はぜひ一度足を運んでください。それでは明日の営業案内となります。明日5月11日は全館10時オープンとなります。パチンコは9時10分まで、スロットは9時30分までお集まりください。入場方法などは LINE やブログなどでご確認をお願いします。入場の際は検温、アルコール消毒のご協力をお願いします。引き続き感染対策を行い、お客様に安心してご遊戯いただけるよう万全の準備をいたしますので、ご来店お待ちしております。サップチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。草加店ゴーです。ケンケです。じゃなくて、なんで俺出てる、特別出演じゃなかった前回。いやいやいや、もう前回の番長の番長ゼロの検証動画、もうすごい好評の大反響ですよ。もういやいやいや、聞いたことない、聞いたことない。電話がもう鳴りやまないかっけまだか。いや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 、聞いたことないし、ツイッターでコメントとかも来たことないよ。一応ケンケツイッターの方やってますんで、ケンケアットワークサップ草加で検索していただけるとありがたいです。フォローよろしくお願いします。で、今日何やんの。本日の企画はゴリラアーム決定戦。よいしょよいしょ。で、罰ゲームの方がなんとこれですね。はい、ちょっと持ってもらってね。やる気満々、うん、わさび寿司一発芸で、極激辛ペヤング、ケツバット、ニガブシチャ、この5つのうち1つやってもらえますんで。あ、なんかこの中だったら、ま、ケツバットが楽そうというか。あ、まあ俺野球経験者だからね。終わった。全部ダメなやつやこれ。まあ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 、そこはね、楽だと思うのは自由だけども。絶対負けられない。そしたら実践パートどうぞ。はい、じゃあ1回戦はジャグラー早ペカバトル、レディーゴー。いや、オープニングで負けないとは言ってましたけど、正直勝てる気してないです。あん中だったら何やりたくない。いやー、焼きそば、極焼きそば、辛いのマジで食えないんで。一発芸じゃないんだ。一発芸はまあ最悪やってもいいかなぐらいの。あるんだ。いや、ないっすよ、ないっす。見て。あ、もっと早く勝負決すると思ったんだけどね。意外とペカんない。そうですね。うわっ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 うわわけで、1回戦ジャグラー早ペカバトルはケッケの勝利です。はい、それでは第2回戦目、こちら高須クリニックの出玉バトルいきたいと思います。先行でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。目指せ5万発。よし、ダメよ。やばい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 、やってるやってる。おお、まさかのさっき落としちゃいけないジャグラーバトルを落としてしまったんで、ここは絶対に負けられない。追い込まれた。嘘だろ、おい、マジで言ってんのかよ。おい、マジかよ、嘘だろ、おい、やばいって。いやいやいや、ラストチャンスじゃないって。いや、ほんと待ってるといいよ、頼むよマジで。いやいや
おい、やってるよ、おい、やってんな、おい。いやー、さすがに一発で落ちないでしょ。ほら、簡単だよ。いやいや、93% はさ、一発で落ちないでしょ。ほら、簡単だから。普通だよ、これ。おい、やばいやばいやばいって。あ、ほら、えいえい。だって平均で7000発ぐらい確か出るんですからね。そりゃ終わんないよ。あ、やばいやばいやばい、落ちた。これはだいぶ引き弱いよ。あ、やばいやばいやばい。言うて俺もそんなに大したことないかもしれない。院長。まあ勝ちはしましたけど、俺もしょぼかったっすね。まあ、勝ちは勝ちなんで、2回戦も私の勝利ということで。はい、じゃあ3回戦はギラギラ G サマーチャンスドバトルということでね、もうゴーは負けが確定してますんで。どうなってんだよ。おかしいよ。ここで一矢報いることができるのかってところですね。でまあ3回3連敗したら罰ゲーム3個やっていただきますので、で、まあ、1回一矢報いることができればもちろん1個ですけど、まあ、仮にこの台で完走フラグ2400枚のフラグが取れたら大逆転、自分が3個やりますんで。ありがとうございます。そんぐらいやってくれないとね、面白くないと思いますんで。やるしかないんだよ、もう、うん、もう自分は気楽にね、ギラギラ爺様を死んで楽しみたいと思いますんで、頑張っていきます。はい、じゃあギラチャンス当たったんで、もう自分の方がね、正直もう勝ち確定しているようなもんですし、まあ、ゲーム数もねだいぶ取れてるので、まあ、大丈夫かなというふうには思います。まあ、気楽にやっていきます。いいところ見せますから自分が。はい、これ結構多いんじゃない？多いと思うんですよね、結構これ多分23ゲームって。14分の1を引けばいいんで、14分の1のカットインをまずは引く。はい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 、 OK、 カモン、 OK、挟むか。あー、マジかよ、マジかよ。いや、決めたかったな。まだまだ14ゲームあるから。ほら、来たんじゃない。おい、もう一回挟む。やっべー、マジかよ、マジかよ。いや、嫌な流れだな。やばい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 、あ、やばいやばい、マジ？来んじゃない最後。ほら、最後決めるから、最後決めるから、これはハサミよ。おかしいだろう、なんでだよ。俺終わんないじゃん、まだまだいけんのか。お、あー、お、これが失敗するとダメなんかな。あー、いやー、3回カットに出したんだけどね、揃えられなかった、悔しいっす。まあ、
まあ、あとは GO の結果を見守ります。え、これ何、ゲラチャンス光ってるけど。いや今終わって適当にレバー叩いたら冷薬引いてなんかこんなことになったんでちょっと回します。え、なんかおー、なんか復活しました。やらせてくれるみたいです一回。まあ、これが引きかもしれないですやっぱ俺の。じゃあこのままこの勢いでねラッシュまで行っちゃいますから。いやナビ出てきたんだけど。じゃあもうあれ大丈夫だったってことかな、もしかして。まあこれが引きですわ。まさかの宅当てをしないっていうね。じゃあこのままちょっと枚数当てにも行きますね。右の青だね、右の青を引ければいいんだね。まあ結果しょぼかったっすね。まあたたたきいいんじゃないでしょうか。何ですか今の、あのなんかパワープレイ見てゴリ押しで AT 入れたみたいな。あまりにもちょっとこのまま終わるのは不甲斐ないので、まあなんとか、まあ、2400枚無理でも一矢報いたいで500枚を超えれるように頑張っていきます。願っております。一撃ドン。お、意外と意外とありました。一回ぐらいは引けそうです。よし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 。お、3ゲーム増えました。よしよし。お、まずは1回目。どんどん行きましょう。うん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 、いいっすね。あーあああ、逆を逆挟み。今のは出ますね。2個か、2個かな。お、え、これどうなんすか。妖怪1ゲーム早いとかじゃないのかな。じゃあ最終決戦2回分頑張っていきます。さっき金でしたもんねこれ、うん、ってことはそういうことなんですね。どっち押せばいいですか。これは俺はどっち押せばいいんですか。あー迷うな迷うな。左、いい音した気がする。やったー。
やりました。お、あるあるよあるよ。6分の1で 6分の1。震えるがいい。皆さんここ取ればケッケが罰ゲーム3つですからね。大逆転。よし、図柄絞りで試合いくぞ。えい、まず青、青、もうダメじゃん。いや、追い込んだんですけどね、6分の1まで。皆さんはぜひホールで2400枚引いてください、僕の代わりに。ありがとうございました。結果発表。いや元気出してよ。いや出せるわけないじゃないですか。エンディングよ、結局行こうよ。結果の方が、2勝1分け、ケッケの勝利です。ということで罰ゲーム2個やってもらいます。うわーやだー。僕こちらから2枚引いてください。どうしても2枚引かなきゃダメですか。それはもう、どうしよう。じゃあ1枚目これ、もう1枚はじゃあこれ。はい、発表お願いします。わさび寿司とケツバットもうマジ。いや出しちゃうよ。はい、じゃあケツバットをまず1個目やらせていただきます。はい、ちょっと結構固めです。これはダメでしょ、はい、これはダメ。あと一応自分100点以上なんで、こんなもんです。まだケツまだ痛いですからね。さっきの見てください。大丈夫です。そんな辛いの強くないですからね。いただきます。じゃあ寿司も美味しかったということで、次回のサブチャンネルでお会いしましょう。さよなら。